ホーム、大川駅は、神奈川県川崎市川崎区大川町にある、東日本旅客鉄道、日本貨物鉄道鶴見線の駅である。駅番号は、時6 1大川支線の終着駅。旅客列車は朝晩のみの運行であり、日中は8時間ほど運行がない。2009年3月14日のダイヤ改正で、さらに本数が減り、平日は1日9往復、土曜、 休日は3往復のみとなった。国鉄時代の昭和50年代には、日中も運行があり、土曜、休日でも1時間あたり1から2本の運行があった。なお、列車がない時間帯でも、本線の武蔵白石駅へ、徒歩約15分でアクセスできるほか、駅前に、バス停のある川崎鶴見臨行バスの路線が利用できる。当駅を出た列車は、 武蔵白石駅南側をかすめて安全駅に停車するが、かつては武蔵白石駅にも停車していた。当駅と浜川崎方面と行き来する場合、列車は安全駅で乗り継ぐことになるが、武蔵白石駅で接続するものとして運賃を計算する。この場合、安吉武蔵白石間は区間外の飛び出し乗車となるが、 武蔵白石駅は大川支線の列車の通過駅扱いで特定の分岐区間に対する区間外乗車の特例にあたり安吉駅で途中下車しない限り飛び出し区間の運賃を払う必要はない。駅名は日本初の静止技師としていくつもの静止会社を起こし静止王と呼ばれた大川平三郎にちなんでいる。開業当時大川が経営していた富士静止は 鶴見林港鉄道が属する浅野財閥や、それを支援していた安田財閥に近い企業で、1933年に王子製紙に合併された。また、一時期駅名を解消したという説もあり、1935年頃の鶴見林港鉄道の路線図に日清駅の記載があったが、公式な記録では解消していない。短式ホーム一面一線を有する地上駅。 駅舎及びホームは線路の西側に配置されている。ホームに面した線路以外にも側線があるが、口実の通り貨物扱いがなくなったため、使用されていない。無人駅。ホームの武蔵白石駅と反対側の端には、出札口しかない木造の簡易な駅舎が設けられている。簡易水下改札機が設置されている。かつては、 首都圏最後の休憩国電雲蛛十12型が炭鉱で武蔵白石との間を行き来していた。1996年3月に103系3両編成に置き換えられた際にホームが延長された。延長部分には鉄板が張られている。トイレは設置されていないが、かつては駅舎の横に男女共用の組取式トイレが設置されていた。駅構内の脇には 桜の木があり、春の見ごろを迎えると一斉に満開となり、利用者の目を楽しませてくれる。当駅は川崎市内にあるが、JR の特定特市内制度における横浜市内の駅として扱われる。貨物取扱いがあった頃の手押しによる入れ替え作業、を、JR 貨物の駅は臨時の車扱い貨物の取扱い駅である。2008年3月15日のダイヤ改正で、 貨物列車の設定が廃止された。列車設定廃止まで、旅客ホーム脇の側線から分岐し、駅東側の昭和電工川崎事業所へ至る専用線が存在した。液体塩素を積む滝5450型が、大木町駅から工場へ輸送されていた。末期は週に2.3回、1回につき2両程度の到着があった。入れ替え作業は、配線の都合上、 手押しで移動させるという珍しい手法をとっていた。作業は神奈川臨海鉄道が JR 貨物より受託していっていた。貨車の入れ替え作業を間近に見ることのできるスポットとして人気があった。また、駅西側にある日清製粉つるみ工場へ至る専用船も存在した。同工場で生産された小麦粉の発送を多岐に万4 7 0 0型を用いて輸送していたが、 専用トラック輸送に順次切り替えられ、1997年6月30日の岩沼駅への発送をもって廃止された。最盛期には、高崎駅、宇都宮駅、立林駅などの駅に隣接する工場へ、補機2200型を使用する穀物輸送も行われていた。2008年度の1日平均乗車人員は1009人で、ある。近年の推移は、下記の通り。 無人駅は正確な数が把握できないとして2009年以降非公表となった。近年の年間発着トン数は下記の通り。ありがとうございます。